はい、ありがとうございます。先ほどまでは石山さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、大学卒業して何をしていたのかっていうところをお伺いしたんですけど、はい、まあ、この動画では JICA 海外協力隊で何をしていたのかっていうところも含めてお聞きしたいなと思ってます。はい、で早速なんですけど、広告代理店で大学卒業して働いたわけですよね。はい、JICA 海外協力隊に応募すると思うんですけど、この間どういうストーリーがあって JICA 海外協力隊に応募したんですか？自分で事業を立ち上げたいなって働きながらも思っている期間はずっとありまして、はい、もともと祖父の代から家業としてシャッターの製造販売業を父と営んできたっていう背景もあって、自分で商売をするっていうところにはずっと馴染みがあったので、サラリーマンとして広告代理店で勤めている時もそういったものは頭にありました、うんうん、なのでどういったサービスがいいかなとかっていうのは働きながらアンテナは張っていたので、そういうふうに過ごしてましたね。なるほど、はい、じゃあもともと独立する想定で働いていたっていうところもあると思うんですけど、はい、そこで JICA 海外協力隊を知った背景ってどこあったんですか？もともと大学の時にキャンパス内でパンフレット見たりとかっていうのはあったんですけれども、はい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 、すごい詳しく知るきっかけとなったのは、自分の事業を考えた際にアンテナにコーヒーっていうのが結びついたタイミングがあったんですね、はい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 、でそこでコーヒーが結びついて、ちょっと僕自身ブラックのコーヒーが飲めなかったんですけど、代官山で飲んだコーヒーがブラックですごい美味しかったんですね。これブラックコーヒーで美味しいな、こんなイチゴみたいな酸味があるんだって思って、レジに行ったら1杯300円ぐらいの感覚だったんですけど1200円って言われまして、ちょっとコーヒー1杯ブラックですよね？そうなんですよ。1200円って言われたんですよ。300円想定だったんでめちゃめちゃ高いなって思って。まあ普通そうですよね。そうなんですよ、はい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 、なので美味しいけど毎日飲むのはちょっときついなと思って、うんうん、じゃあこれってなんで美味しいのかっていうのと同時に、これをちょっと毎日飲めるような形で流通できないのかなっていうのが一つポッと浮かんだきっかけとしてありました。実際じゃあ自分は事業としてコーヒーをやろうと思ったと、そこのコーヒーと JICA っていうのはなんかつながる部分あったんですか？あったんですよ。じゃあそのコーヒーって何なのかって、なんでこれ美味しいんだろうなって調べていくと、スペシャルティーコーヒーっていうランクのコーヒーが日本で流通している上位 5% から 10% ぐらいの流通量のコーヒーなんですけれども、そんなのがあるんだ。そうなんですよ。そのハイクオリティなコーヒーが1200円で飲んだコーヒーだったということを知って、でいろんなコーヒーのお店を巡ってオーナーさんとかいろいろ話聞いていく中で、調べていく中でコーヒーってどうやら赤道に沿って作られている国があるぞと。なるほど。ただそこのところを詳しく聞いていくとそれ以上の情報は出てこなかったので、あ、なるほど。であれば作るとこから現地入ってやっちゃえばいいじゃんっていうところにたどり着いて、はいはいはい、じゃあどうやったらそこに行けるんだろうかと、うんうん、僕自身そんな英語が堪能なわけでもないし、何かそういった経験があるわけでもないので、はい、って考えた時にそもそも手段としていくつかあるかなと思ったんですけど、商社に転職っていうのは難しいなと、うんうんうん、で調べていくにあたって当時でいうと青年海外協力隊っていう組織があるぞ、うんうん、あ、大学の時になんかパンフレット見たことあるなと、うんうんうん、で調べていって、じゃあそんな中でコーヒーに関与できることができる仕事があるのかって調べていったら、はいはい、いくつかあったんですね。あったぞと。もうこれしかない。なるほどね。応募しました。あ、めっちゃ面白い。だから自分はコーヒーの面白さを感じてコーヒーの事業をやりたいと思いました、はい、まあ、ただコーヒーをやろうと思った時に赤道直下の国っていうところでコーヒー何やら製造されてるぞと、まあ、ただ行ったこともないから一回行ってみたいと。でも行くツールとして商社もあればいろんなプロセスがあるんだけど、まあ、転職っていうところが難しいと感じたら、じゃあ何があるんだろうかって考えた時に JICA 海外協力隊、昔有青年海外協力隊があって、そこにたまたまコーヒーの案件もあったみたいな感じなんですね。そうです。投資で実際それってどんな国ありました、その当時覚えてます？僕が希望で出したのはインドネシアと東ティモールです。なるほど。東ティモールってコーヒー有名なんですか？コーヒー有名ですね。知らなかった。日本でも最近増えてきているのと、うんうん、今世界的にも取り扱う国がどんどん増えてきているので。そうなんだ。じゃあそれで応募しましたと、はい、ちなみにコーヒーの案件って、はい、職種みたいなの選べるじゃないですか、はい、職種は何ていう職種だったんですか？僕が選んだのは、はい、コミュニティ開発ですね。あ、はいはい。で純粋なコーヒー隊員と呼ばれる人たちもいるんですけれども、それはルワンダとかによくいたりするんですけど、僕はどちらかというとコーヒーだけじゃなくコーヒー以外の農作物も扱うよっていう、うん、もうちょっと幅広い内容でしたね。なるほど。そこで実際何をするみたいな要請だったんですか？現地の NGO に入って一村一品運動じゃないんですけども、一つ一つの村に巡回してって、そこでプロジェクトを作ってそこにある農作物加工して販売して村に収益をもたらすような仕組みを作るっていうような、あ、そういうプロジェクトですね。ありがとうございます、はい、じゃあ実際インドネシアと東ティモールがありました、はい、その2つで応募するわけじゃないですか、はい、じゃあそれで受かってどちらに行ったんですか？東ティモールに行って、
じゃあ東ティモールに行ったと、はい、東ティモールは先ほどもおっしゃっていただいた通り一村一品みたいな形でゴールとしては住民の収入向上、はい、でそのツールとして一村一品をやりましょうみたいな感じでやってたってことですよね、はい、そうです。具体的にはどういうことされてたっしゃったんですか。実際にはまず村に何が育てられているのかっていうのを調査して、はいはい、例えばココナッツが育てられているとかお芋が育てられているっていうところを知って、うん、じゃあそれを加工して何が作れるのかっていう商品開発のところを行って、じゃあそれを実際どうやったら商品にできるのか流通できるのかっていうで、マーケットがどれぐらいあるのかっていう調査をして、うん、最終的に村の人たち生産者グループが自立して流通できるような仕組みを作っていくっていうところですね。ああ、そうなんですね。なるほど。実際それ2年っていう限りあるものじゃないですか、はい、とはいえ製品の洗い出し、今どういう製品作られてるのかっていうところと加工から流通っていうところまで入っていくわけですよね、はい、2年で全部できました。全部できたといえばできました。ああ、そうなんですね、はい、具体的に何を注力してたんですか。注力してたのは例えばクッキーとか、あー、はいはい、バージンココナッツオイルとかチップスとか、うんうん、ケチャップとか、うんうん、そういったものですね。実際2年間で一番身についたこととかもともと身につけておきたかったことみたいなところは合致したんですかね。予想を裏切られることがほとんどだったので、うん、それは仮説検証みたいな形で、はい、仮説を持ってアプローチします、はい、それに対して検証結果はその仮説通りには全然いかなかったってことですね。そうですなのでそもそも仮説が甘かったなっていうことが往々にしてあったので、最初はそこに馴染むのに時間がかかったんですけど、後半はそれ前提でうろたえなくなりましたね、うん、なるほど、はい、ちょっと聞いてみたいんですけど、仮説検証で大きいギャップがあった事例とかって何かあったら教えてもらいたいんですけど、何かあったんですか。例えばもう僕が着任したタイミングで製品が作られて販売されているっていう情報の生産者さんたちもあるんですね、はい、中には。例えばそれはもう順調にいってる前提での僕自身動きだったんですけれども、実際についてみて帳簿とか見たりとか情報を集めていくと、うん、実はもう日本でいう倒産していた状態だったみたいな。お、なるほど。でそれでもうしばらく時間も経っていてっていう状態。あ、じゃあもう何もやられてなかった状態だった。そうです。それはきついなので僕の頭としては、それがすごいいいものだったら日本に輸出して日本に流通させてってなると大きなことできてやりがいあるよねみたいな仮説も一つとしてあって、東ティモール行く前に日本の企業の方々とかに東ティモールで何か面白いのあったら教えてね、つなげてねみたいな関係性を作っていったりもしてたので、うんうん、その人たちに電話してちょっとそういうレベルじゃないですすいませんそうですね、まあ、そういった意味で裏切られたと。そうです、長い目を見てください、うんうんうん、なるほど、そういうことだったんですね。ちなみにもう一点ちょっと視点変えてお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、その中でも活動はしていかないといけないじゃないですか、はい、これだけは自分が満足できる結果が出たなみたいなのって何かあったりします。成功例の方を挙げていくと、着任したタイミングでは倒産状態だった生産者さん、そこはピーナッツを扱ってたんですけど、そこのところは村の方々もすごい精力的でモチベーションも高くいらっしゃったので、うん、ポイントポイントで課題を抽出してそこを一緒に改善していった結果、収入が全くない状態だったところが1人月に$30-$40ぐらい。あ、そうなんですね。そうですね、その1つのグループが10人ちょっとのグループなので、それを定期的に得られるようになっていったっていうのは、うんうん、彼女たちもすごい喜んでましたね。なるほど。そのピーナッツを売ることで、はい、月に$30-$40売り上げが上がったと。収入を得られるようになったですね。売り上げで言えば。すごいですね。なのでゼロだったので、自分たちの稼いだお金でお米を毎月買えるようになったとか、うん、あ、いいですね。そういうのですごいモチベーションもどんどん上がっていって売り上げもどんどん上がっていってっていう好循環が生まれたりもしたので、うん、なるほど。それは確かにいいですね。それは一つ良かったですね、事例としては。あ、なるほど、ありがとうございます、はい、ちなみに仮説、はい、ことごとく外れるじゃないですか、はい、その仮説が外れちゃう原因は外的要因ですか、それとも仮説が甘かったってことなんですかね。仮説が甘かったっていうのは一つあります、うんうん、ただその仮説の立て方が間違ってたかっていうと合ってたと思います。ああ、なるほど。一つ仮説立てて間違ってた、うんうん、じゃあなんで間違ったんだろうを繰り返していくと、その問題がどんどん明確になっていくじゃないですか。 なのでそのプロセスは絶対的に必要だったなとは思うので、うん、なるほど、なるほど。間違ってたっていうよりは、はい、正解にたどり着くまで時間がかかったなっていう、まあ、そうっすよね。表面上の課題が実は課題じゃなくて、もっと本質的な課題が見つけられたっていうことですよね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。この動画では石山さんが東ティモールで何されてたのかっていうところをお聞きしたんですけど、その経験を経て次の動画では何をしているのかっていうところをお聞きしたいなと思ってます。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。